ロシアのプーチン大統領は6日、UAE ・アラブ首長国連邦を訪れました。訪問の詳細は明らかになっていませんが、戦闘が続くパレスチナ情勢について協議したものとみられます。この後、プーチン大統領はサウジアラビアも訪問し、ムハンマド皇太子と会談する予定で、両国がオペックプラスの枠組みで協調を続ける中、原油価格などエネルギー分野について話し合う見通しです。